総福寺は、岐阜県岐阜市にある臨済宗明神事派の寺院である。三号は、新吾山。織田信長、有栖川の宮家ゆかりの寺院である。本尊は、延命地蔵菩薩、聖観論。美の三十三観論令状第十四番札書。総福寺経大伝承によれば、鎌倉時代に創建。荒廃していたのを1511年に、斎藤とし田氏の手で、移転整備。 1517年に解消したという。別の説としては、1469年に、時成よりと斉藤長弘が混流し、1493年に解散したという。1567年、織田信長が岐阜に入ると、総福寺は、織田屋菩提寺となる。1582年、本能寺の変により織田信長と織田信忠が亡くなると、二人の遺品は、 即室のお鍋の手で岐阜城から宋福寺に持ち込まれ、織田信長、信忠病所に埋められたという。1600年、織田秀信は石田三成の挙兵に降うし、関ヶ原の戦いの前哨戦で岐阜城に立てこもるが、福島正則や池田照正に攻められて落城する。岐阜城が廃城後、宋福寺は岐阜城天守の床板を譲り受け、 この戦いで戦死した38名の武将を弔うために、本堂の天井板に使用したという言い伝えがある。江戸時代には、主因地となり、保護を受け反映する。また、有栖川の宮の祈願書となる。春日局と関係があることから、徳川家光は特に保護をしていたという。岐阜バス、長良川国際会議場北口バス停が最寄りである。徒歩2分。ありがとうございます。